こんにちは。ここは西武鉄道の西武球場前駅です。その名の通り西武球場の最寄り駅であり、休日を中心に特にイベント開催時には多くの客でにぎわいます。そんな西武球場前駅ですが、当駅からは少し楽しげな電車が走っています。先ほどカメラを回していたのがだいたいあの辺ですが、そこから左側、小さい通路をずっと進んでいったところで今は撮影をしております。左奥の方にベルーナドームが見えております。この日はライブ会場として使われていたみたいで、かなりの盛り上がりを見せていました。さて、本題はこの先にあります。こちらが今回紹介する西武山口線レオライナーです。西武山口線は西武球場前から西武園遊園地を経て多摩湖駅までを結ぶ路線です。この多摩湖周辺は昔から観光需要の大きかったところで、この辺りへのアクセスの向上のためにこの西武山口線が建設されることになりました。駅のホームが高い位置にあるため見晴らしはかなり良く、綺麗に色づいた紅葉を見ることができます。ちなみにこの下のホームは西武狭山線です。このホームには池袋からの直通列車もやってきます。それではこの西武山口線の電車に乗っていきましょう。車内にはこのように向かい合わせのボックスシートが設置されています。つり革もわずかながらありますが、基本的には乗客全員が着席することを想定しています。列車は4両編成で、ここは前から2両目の3号車です。車両の形式は8500系で、これは1985年にデビューしたから8500系というのだそうです。ちなみに座席の座り心地についてですが、座面は柔らかいものの背もたれが直角であるためやや微妙です。しかし乗車時間自体はとても短いため、そこまで乗り心地は気になりません。そしてこの電車の特徴として紹介しておきたい点があります。それは太陽光発電で動いているという点です。西武鉄道は2021年4月よりこの山口線を 100% 自社製の太陽光発電で運行しております。このような取り組みは日本初だそうです。神奈川県の横須賀にある西武竹山ソーラーパワーステーションというものを運営して、それによって杉の木を20万本植林したのと同じくらいの CO2 削減ができるそうです。向かい側にも今電車がやってきましたが、あちらは8500系の通常塗装です。一方で私が今乗っているものは西武園遊園地のラッピング電車となっています。まもなく発車するようです。西武球場前を発車して次の停車駅は西武園遊園地です。この先終点まで右手に道路、左手に開けた景色を見ることができます。紅葉を楽しみたい方は進行方向左側の席に座ることをお勧めします。ほどなくして右側に山口車両基地が見えてきます。ここは西武山口線の車両基地ですが、今は3編成すべてが運用についているため止まっている車両はいませんでした。すぐ隣には西武ドームテニスコートがあり、西武ドームも再び見えてまいります。西武ドームが2回見えるのはこの辺を線路が大きく迂回しているためです。そしてこの辺りから丘陵地帯を走るため、トンネルをいくつか通過していきます。1つ目のトンネルを通過したあたりから道路と並走します。西武山口線の最高速度は時速50キロ。映像からも分かる通り、自動車よりも遅く走ります。その分この辺りの景色をゆっくりと楽しむことができます。自動車と列車が並走する光景というのは、他にもゆりかもめのレインボーブリッジなどで見ることができますが、この辺りもなかなか面白いものです。交通量はそこそこ多く、車でこの辺りを観光する人も多いことが分かります。ここで左側に目をやってみると、一瞬ですが美しい狭山丘陵を見ることができます。そしてここで前の車両も見てみましょう。ゆりかもめと違ってこの電車は自動運転ではなく、運転手さんが乗務をされていることがわかります。しかしそれでも前方には大きな窓があり、全面展望を楽しむことも十分できます。
右側に今別の車両がいましたが、こちらは SDGs のラッピング電車のようです。そしてここで右側に雄大な多摩湖を見ることができます。この辺りから全景を捉えることは難しいものの、高い位置から眺める多摩湖は壮観で、これが西武山口線一番の見どころだと思います。この辺りから西武山口線特有の車内放送が流れているので、少しだけ聞いてみましょう。寄ってらっしゃい、見てらっしゃいと威勢のいい声が次から次へと飛び交い、右に左に昭和の住人が押し寄せて、あなたを覆っておきません。今流れているこの放送は西武園遊園地の PR 放送です。これは多摩湖行きの電車すべてで流れるそうです。この放送結構長めでして、1分半ぐらいは流れていたと思います。このように他の西武鉄道の路線では味わえないような要素が含まれているというのは非常に楽しくていいものです。さて、このトンネルを抜けると前方に遊園地の観覧車が見えてきます。まもなく西武園遊園地駅に到着です。言うまでもなく西武園遊園地の最寄り駅であり、列車からは園内のアトラクションやおしゃれな建物などを見ることができます。休日ということもあり、駅のホームにはそれなりにお客さんがいます。列車は西武園遊園地駅を発車し、次が終点の多摩湖駅です。といっても次の多摩湖駅まではわずか300メートルぐらいしかありません。なので西武山口線のこの一駅間に関しては遊園地のアトラクション感覚で乗るのがいいかもしれません。ちなみに次の多摩湖駅ですが、こちらは2021年に改称されるまで西武遊園地という名前でした。そして先ほどの西武園遊園地駅は遊園地西駅という名前で、この間紹介した西武園駅と合わせてこの辺りに西武園を名乗る駅名が3つも存在したというなかなかカオスな状態でした。そして次の多摩湖駅に関しては構造もなかなか面白いので見る価値があると思います。それでは終点の駅に到着しましたので列車を降りたいと思います。終点の多摩湖駅に到着です。今乗ってきた電車は折り返して再び西武球場前まで向かいます。先ほどこの駅の構造が面白いと言いましたが、映像を見てもらえば分かる通り、駅の先端だけがトンネルの中に入っています。またその関係で列車も半分だけトンネルの中に止まっており、なかなか変わった駅の構造をしています。さて、多摩湖駅にはもう一つ西武鉄道の路線が通っています。それは西武多摩湖線です。多摩湖線は都駅から東京都国分寺市の国分寺駅までを結んでいる路線です。車両は西武急線系の4両編成です。これはもともと10両編成で池袋線を爆走していた車両ですが、引退後この多摩湖線に移動し、短くはなりましたが現在も元気に走っています。それで西武山口線に乗ってみた感想ですが、途中綺麗な湖が見えたり、西武ドームや西武園遊園地など様々な景色を見ることができてとても面白かったです。また先ほどこの電車が太陽光発電で走っていると説明しましたが、それによって乗り心地に変化があるとかそういったことはありませんでした。池袋から西武球場前まではだいたい40分ぐらいで行きますので、暇があればこの西武山口線に乗ってみるのもいいと思います。それではこの動画はここまでです。ご視聴ありがとうございました。